山犬脚本監督の佐藤幸太郎です。あ、終わり。あ、すいません。スケットできました、ゼゼです。佐藤君とはピアフィルムフェスティバルでお会いしてます。まあ30分ぐらい、はい、ダラ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 と話します。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ言うたらこう怪しいわけですよね。怪しいっていうか、こう、まあ印象としてはファスビンダーとか僕好きなんですけど、ドイツの映画さんのファスビンダーとか、まあデビッド・リンチとか、そういう感じがすごくしたっていうか、まあ、不穏な感じで、こう、まあ世界としてはこう日常があるんだけど、もう一個別の世界があって、それがこう妙に日常を侵食してくるようなこう感じっていうのが、こう、まあ、リンチとかファスビンダーがやったこととすごく似てると思って、いいなと思ったんですけど、まあまあ割とこう昨今こう自主制作的な映画作るんだけど、割と健康的な映画がまあまあ割と多い感じがするんですよ。うん、はい、そういう中ではこう何ていうかね、こう、まあちょっと不良性が高いっていうか、不良性が高いというか、悪魔性が高いっていうか、そういう感じが、あの、いいなと思ったんですよね。こう割とこう今こう割とこう気軽に撮れるんで、みんなこう日常の断片を撮ったりしようとして、割とこうそこで生きてる人々をこうなんかこうスケッチ風に撮ったりとかしてする作品か、まあ割とこう低予算なんだけど、もっと東宝みたいな映画の作り方というか、割ときっちりドラマを作るみたいな映画化、二極化してる、ドラマに手堅い感じの、なんですかね。あ、そうそうそう、まあ、シナリオがちゃんとして、まあ、今 DV とかすごく発達してるし、編集機材もすごく発達してるから、はい、まあ、プロと同じようなことができるわけじゃないですか、言うたら。でもそういう中ではちょっと全然こういわゆる僕らが思ってた自主制作映画、こう、まあ、反骨精神というかアンチとしてのことをやろうとしてるという気持ちがすごくいいなと思ったのが最初の印象だったんですけど、まあ、今仮にパズル映画って言葉を使いますけど、パズル映画っていうのがあって、その時系列がバラバラで、でそのお客さんがそれ見ていくうちにその頭の中組み替えて、ああなるほどな、おしまいっていう、そういう映画があるとしたら、何ですか、山犬ってすごい不親切なパズル映画で、それは通常のパズル映画を、まあ、100個例えばピースがあるとして、でそれをお客さんにぶん投げて、でお客さんは見てる、その見ながらその組み替えて、はい、はい、できた、なるほどなっていうのではなくて、もうピースが、まあ、何個かって具体的にはあれですけど、例えばもう最初から70個ぐらいしかないとか50個ぐらいしかないってなったら、その組み替えるとどうしても全部アルバム埋めても空白がバンって開く、そういう映画で、要するにただそのあるピースを埋めても、埋めて空白が残っても、なんかそのあ、なんとなくこれ飛行機かなとか、なんとなく車かなとか、そのない分とある分のなんか想像、うん、ちょっと難しい、緊張してうまく言えないですけどだから、うん、そうなんですね。なんかちょっとやっぱりそのお客さんに想像を委ねる、やっぱそこはかなりやっぱ好みが分かれるというか、まあ、言うてしまえばもう本当に親切な映画なので、そこがちょっとやってみて、まあ、きちっと出るか強固出るかっていうのはちょっと分かんなかったですけど、それがまずやりたかったです。まあ佐藤君が考えてるパズルは多分俺たち見てるのね、よく分からない多分まあ見た印象はね、多分君がこう考えてる、たプランとは多分受け取り方はそこをもう きっちり受け取れないというか、まあこの中で、あ、これがもう一つの奇妙な現実なんだろうなと思うような印象でしか受け取れてないんだけど、多分それはそれでいいと思うんですよ。まあ、リンチの映画なんかでそうだと思うし、あれ現実と、妄想と夢が彼の中では整合性があって作られて、それを平行描写してるとか、マルホランドドライブとかロストハイウェイとか言ってる人いるんだけど、それは見てる瞬間には俺らわからないですよね。やっぱこれはもうただその物語を突き進んでいくしかないっていうか、やっぱ映画ってそういうもんだから、
それはまあ空白があってもいいし、でもこれが僕たちが今見てる時にこの山湯っていうのはもう一つの現実の映画になってるっていうか、それはやっぱり面白いっていうか、あ、多分それは佐藤君が考えてるこうある種のこう構想そのものはね、やっぱどうしても受け取れないんだけど、それはそれでいいとは思うんですよ、やっぱり。なんか劇映画のその今あるなんか劇に対する依存というか、だからなんかちょっとなんかはみ出せないかなって。まあでもそれはやろうとしてるんでしょ。そうそう、そうやろうとしてて、それであの、まあ、成功か失敗かっていうとちょっと気にならないんで分からないですけど。いやまあそれ言ったらさ、こうどういう映画を作りたいかっていうことだと思うんだけど、例えば俺一番最初に映画をこが面白いなと思ったのは、まあ俺は高校生ぐらいの時に、いわゆる石井壮吾さんとか大森和樹さん、も知ってるたちが実製作映画で、メジャー監督になったことない、いきなり石井さんたちがあの日大の学生だったんだけど、大森さんは不立京都府立医科大学の学生で、でもそれがいきなり自主映画の監督が、商業映画の監督になると。でそれまでだったら、まあ、いわゆる撮影所システムがあって、そこで何年も助監督経験をしないと映画監督になれないというシステムだったけど、まあ、日本映画自体が不景気になってそういう雇用制度もなくなったと。でそういう中で自主映画の監督がいきなり監督になるんだと、まあ、そういう時代は俺らの高校生ぐらいと。でこれはすごいなと思ったけど、俺は1960年前だけど、例えば1950年の段階の世代の人々にとっては文学や政治が、若者を志すことだったとすると、やっぱりこう若い者たちがこう古いものを壊していくんだと。それが映画という、エンターテインメントの中で今から行われていくんだと。あ、これは映画素晴らしいと、それでは映画は今やるべきことなんじゃないかみたいなことは思っただから、うん、とかあって、やっぱそういうふうにこうなんていうのね、まあ自分自身の中ではやっぱこう古いものを若い人たちが壊していくんだと、やっぱどっかアンチであるべきだみたいなことは基本的に思ってるわけですよ、こう映画っていうのは。だからそういう意味では君のこういう映画っていうのもこうなんかこうチャレンジしよう、挑戦しよう、壊していこう、でなんかもう新しいことを作ろうということですごく賛同するわけですよ、気持ちとして。でも一方ではこうエンターテインメントの映画も俺は好きだし、今日も新宿ピカデリーでスペック10を見てきましたうちの両親だってあの時の命は見に行くけどヘブンズストーリーは見に行かないんだからそれ見に行かないんだもん、そんなの4時間もあるような見るかバカって言われるんだからまあまあ それもあるけども、でもこういう映画もあっていいってことで、それなんかこうすごく憤りがあるわけだから、こう憤りとかいい加減しろよみたいな、いやなんか一応新宿ピカデリー火つけていくぜみたいな感じですかね。僕はその作り手目線で見ると、あのどのなんか映画見ていくと、なんかもう僕はあのヘナチョコピーなんで、あのだからなんかもうなんかいろんな映画があって、あ作り手目線で言うとやっぱすごいわってか思うんですよ、うん、プロとか自主とかそういうのが全然取っ払って、うんうん、あれ撮影すごかったね、本当に演技すごかったとかなるんですけど、それを切り離してもう普通になんかあの小学校の頃に本当にあのなんか本当テレビで映画見てたよぐらいの目線に今ちょっと戻すのは映画撮ってしまったので難しいんですけど、なるべく近づこうと思って見ようとすると、なんか撮影中でもこれを思ってみたいって面白いかなみたいになって、だから要するに何か何それは多分映画、新しい映画が 見たいのかなっていう気がします。そうです、そうです、うん、じゃないと単純になんか同じ規範の中で、うん、その上手い下手とかその、うんのなんか世界になるって言ったらすごい浅はかかもしれないですけど、そういう気がちょっとします。うん、山湯撮り終わってなんていうか一番変わったのは、あお客さんいるんだなっていう意識が芽生えて、
いや、いますよ、それは、うん、あ、人に見せて多くはいないけどね。それでまあ、いつも思うのはたった一人でもいいと、あ、一人でもいいから、 あの映画良かったですよと言ってくれる人が いるってことだけしかないよね、もう今やこう、うん、人数がどの子もじゃなくて、あ、一人でも、あ、素晴らしかったですとこう言ってくれる人がいるのが素晴らしいって言うか、あ、その人がいるから、あ、じゃあ次作ろうみたいなとこなんかあるよ。まあ一人いればいいみたいな、もう極論なんだけど、そこまで、まあ、まあなんていうの、こうすごいすごいこうし、そこまで信じてないっていうか、こう、でも一人いればそれで救われるみたいな、それぐらいのレベルでしかないような気は、すごく真面目な話なんだけど、うん、一人いなければこれ終わりだなという気はいつもしてるんだけど、一人さえいてくれればいいみたいな、それの連続でしかないみたいな、一人が増え2人になり3人になるみたいな、結局個々人に伝えていくしかないっていうか、見えないこう10人20人、まあ、見えない100人に伝えてもしょうがない、もう見える1人2人3人、それが見える人数がどんどん増えていけばいいなみたいな発想になんとなくもう最近はなってるっていうか。じゃあ地道にやってる。まあそうだ